21年ドラフト4位で入団したこの加田慎之介は今日デビュー登板という形になりました。5回1点でチームも逆転しましたので勝利投手の権利を持ってマウンド譲っています。加田の初球150キロ出ました。さあこの加田デビュー登板2球目も149キロ、初球150キロ、2球目149キロ、高めのストレート、加田デビュー登板最初のバッターからスイングアウトの三振取りました。あ、151キロ、151というスピードボール、赤金打った当たりは右中間ライトセンター、2人の間縮まっていきましたがライトの西川ボールを取っています。ここもまたインサイド、八王子高校から21年ドラフト4位で入団のルーキーサウスポー、空振りスライダーで空振りを取りました。このボールです。2003年生まれの羽田です。あー、ストレート窮屈、ショート源田待っていた、スリーアウトです。難なく源田処理して羽田デビュー登板、三者凡退を抑え、そしてターミネイクフィールドのファンに大きなアピールもしました。西浦さん、空振り三振、今日のゲームの登板です。ストレートを差し込んでファースト渡辺、連携よく一塁キャンバス、間に合いました。ピッチャーこの頃ショート山野辺が軽く二塁に送球、変化球バットに当てただけ、スマシロランニングスロー、引っ掛けたあたりはサードゴロ、これで3アウトです。まあ、8月には1軍昇格もあったんですが、3試合1軍で出場してというと、空振り三振、ここは変化球振らせて伊藤から三振を奪いましたが、鋭く変化するボールでした。タイムリーを打たれました。見逃しの三振です。空振り三振、このルーキー対決はまずは羽田が三振を奪っています。三振、先頭の伊藤三振は2打席連続で伊藤のことは三振に取っていますが、